ハウス食品うまかっちゃん、鹿児島黒豚豚骨焦がしねぎ風味、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めのうまかっちゃん品質で、茹で時間は短めの方が良さそうです。揚げねぎの香ばしさが漂います。うまかっちゃん熊本揚げにんにく風味と似た雰囲気ですが、あれほど甘くなく焦げ臭さは上です。黒豚らしさは分かりませんでした。